こんにちは、ハイジです。まあスマホゲームといったらやっぱガチャガチャを引く楽しみっていうのがすごくあるじゃないですか。で、今日はね、そのガチャガチャを引く楽しみに特化したアプリがあると聞きまして、これはもう黙ってらんないと思ってやってみたいと思います。こちらガチャコンというアプリですね。はい、あら、ガチャコン、ハイジさんお帰りなさい。はい、ただいま。ガチャコンですって。え、これ何、右に行ったらどうなるの。あれ、ガチャコン2とかあるよ。デラックス、なになに、3種類もある。まずガチャコンから行こうかね。あー、リアルなやつだ。100円を入れて、はい、音もいいね。回すの、はい、できた。はい、フィギュア森っ子ヨーグルトをゲットしました。あ、ヨーグルトのフィギュア、あ、なんかすごく昔懐かしのガチャなのね。あ、そうそうそう、そう、ちょっと楽しいね。何が出るんだろう、他に。はい、フィギュア水の緑をゲットしました。あー、これなんか海外のガチャにありそうな感じだね。はい、で、ガチャキング左足をゲットしました。どういうこと、左足だけだって、うん、はい、はい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 、フィギュアリリアンをゲットしました。リリアンのフィギュアってじゃあ本当には使えないやつなのかな、うん、本当には機能しない、ほんとちっちゃいリリアンなのかな、うん、うん、100円も出して欲しいものなのかな。今のところのやつ全部に言えることだけども、フィギュア司令戦をゲットしました。うん、だから統一感のないガチャなんだね。これ本当にやったらまあ引かないやつだね。戻ろう戻ろう。これ多分ね、30分経ったら100円がまだ補充されるとかそういうやつなんで、もうしばらく引けないんです。ちょっと戻ろう。ちょっと2はね結構いいんじゃないでしょうかね。じゃあやってみましょうか。はい、ガチャコン、ちょっと1の反省を踏まえて2が出てるはずなので、あれあれ、ちょっと待って、あれあれ、小銭は引き継ぎっていうパターンなんだ。